行きますよ、我がしもべよ、レッツゴーゴーゴー、ヒーハー。いきなりうるさいな。皆さんこんにちは、こんばんは、よしみつです。では、前回の続きから、始めていきたいと思います。この氷河全域がキャプテンフリントという最低野郎の縄張りです。前に捕まった時は何ヶ月の火炎噴射を避けろや共産の樽に落ちるなといったゲームをやらされました。なんじゃそりゃ。すごいゲームをしてる。バンドラの諸君、ハンサムジャックだ。たった今ライアーズバーグに到着したボルトハンターの首に100万ドルの賞金をかけよう。そうそう、クリミゾンレーダースのリーダー、うわやばい、まだ捕まっていないぞ。何を喋ってる、やめて。うわこれだけか。びっくりした。ああ、なかなか銃のもね、あの個性的というか、やろうども、ボルトハンターを捕まえて俺のところに連れてこい、今すぐにだ。これはもう即時回復できるアイテム、まあ回復薬ですね。体に力が入りませんかって疑問系で、なかなか面白い。どうやってあげるか、これどうやってあげるか、開けてくれ。どんな開け方や。これはこれは、キャプテンフリントが資格をよこしたと思ったら、今度はクラップトラップか。よほど前世の行いが悪かったのだな。あれ敵か。ところでボルトハンター君、バンとどもなんとか。やばい、あいつら銃持ってる。開けろ開けろ。あ、開いてないぞ。え、そんな開け方。銃落として、こういうのはどうだ。てめえはおとなしく攻撃して、俺らはてめえの頭を撃ち抜く。手軽だし、なんか理不尽じゃないですかそれ。え、ちょっと難しい。ちょっと待って。リロードして。すごい勢いで逃げる。さっさとそいつをぶっ殺して、懸賞金をいただくぜ。この俺が痛い。まだでいう、もうしつこい。まだいるな。来た来た来た。なんかね、あのショットが、え、やべえ、これはリロードして、まずリロードして、いや、いって、やばい。ちょっと待って、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、慌てるんじゃない、ちょっと待ってくれ、撤退。いきなりこの苦戦っぷり。なんかね、シールドみたいなのあるんだっけ、で倒したぞ。あのなんかロボット守れとかダメージ食らってないし、ちょっと待って、ここら辺に回復薬が多い。ない、我がしもべのおかげであなたの町が救われたのですから、大親友の私の目玉を修理してくれませんか。ああ、借りができたのは確かだ。では私の小屋に来るといい。クラップトラップの視力を回復させてやろう。まずはフェンスに流れる電流を切らねばな。ああ、死ぬかと思った。ボルトハンター君、クラップトラップを先に行かせてみたまえ。カマーロックならやってくれると思っていました。私と彼は一つの鞘の中の場面に、ちょ、こ、声、声が遠いぞ。ちょっと先に行くな。すまん、クラップトラップの話を聞いていると、脳細胞がじわじわ自滅していく気がしてな。そこで待っていてくれ。内心、大丈夫か。会えて光栄だ、ボルトハンター君。私はさあ、ハマーロ。兵士みたいだな。ハンター学者、紳士。よろしくな。の調査に来たんだが、フリント一味のせいで帰れなくなってしまってな。連中を片付けた君の手際は実に見事だったよ。ジャックを直接会って生き延びた上に、フリントの手下をものともしないとはね。私もサンクチュアリに向かうつもりだが、噂ではクリムゾンレイダーズは君のような人材を探しているそうだ。クラップトラップの目をこちらに。目を渡す。修理を待つ。待ちまーす。その間に物あさりですかね。さてと、あとはこれとこれをつなげば。あ、もうないな。
あ、一応ジャンプ打ちできるじゃん。お、なにこれ、ショップ、どれどれ、あ、反射数がずば抜けて早い。じゃあこれ、不足してるってか高いな、144って高いな。また最初は買えないか、諦めよう。そうされたからにはもう主電源を入れても良さそうだな。この町には君のような人物の役に立ちそうなものが溢れとるんだ。どこにや、話を聞いてなかった。我らがリーダー、ハンサムジャックに追われているようだな。彼は実に面白い人物だ。パンドラに平和をもたらすと言いながら、丸腰の市民を無差別に殺している。ま、状況説明はこの。なんてひでえやろうな。この、これは使えないんだな。失礼。ああ。ライフや弾薬が必要なら自動販売機を使ってくれたまえ。回復が欲しいな。回復が欲しい。止まったぞ。バウンティーボードが壊れている。レジスタンスがサンクチュアリに向かう前に切断したのだろう。君のために仕事を入力しようと思ったんだが、まあいい、直接話そう。回復薬はないのか。売却はしなくていいけど、回復や、何これ。シールド。高いなぁ。これ、マグマの弾を少し買っておこう。調子に乗っちゃいけませんよ。え？どんな自販機だよ。なんかね、やはり漫画チックなもんで、なかなか最初にやった感じでは面白い。ね、これ引っ張る。今何してる？あ、そういうこと。回復売ってるとこと、あ、これか。回復薬の自販機。回復薬やシールドをお求めならこちらへ。回復。とりあえずマジックスタリオで。自販機面白いな。ゲームのシステム的にも大変面白い感じは。しますけど、ちょっと話そう。この街はそこまで広くない。はい。いい気分だ。はい。シールドを手に入れた。プレイヤーのダメージはまずシールドを防いで、シールドがなくなったらしばらく経つと復活して使えるようになる。特別な性能を持つ強力なシールドも存在するのですが、シビア。ほとんどの住人が。ちょっと待って。どうやってこれシールド？シールドは持ってるだけでも大丈夫なのか？あ、本当だ、持ってるだけで大丈夫。残った者たちはフリントに殺されたんだ。こいつと合流だ。フリントとは以前に協定を結んだのです。氷河地帯の死体から得た品々を渡す代わりに私をいたぶらない。もっとも彼は約束を守りませんでしたが、でもそれも今日限りです。フリントを倒してお前がダメだろ。サンクチュアリへ旅立つのです。こっちに行きましょう。てめえらはブンブンに吹っ飛ばされてぶっ殺されて、俺らはジャックからたんまり賞金をもらうってことで決まってんだよ。骨は俺がちゃんと拾ってやるから大船に乗ったつもりで死にな。ブンブンは他の肉切り一族の一人です。彼らがなぜそう呼ばれているのか私の口からは言えません。言えんのかい。なんかね、あ、こいつオンラインだと、まあマップがあって、商業の上に捨ててから全然話してなかったな。そこでここへ来ねえぞうか。いや、バンディットにやられるのが先か。私か。私は絶好調だ。ダイヤモンドの馬を買ったんだ。金持ちだからな。ああ、じゃあまたな。これ何？なんかいるぞ、あそこに。あれはいるんじゃなくて、なんか回ってるの。ぜひね、さっぱりわからんので、なんか教えてくれ。どけどけい！
ね、ショットガン使いに行く。ハンドガンに切り替え。これはまずい、非常にまずい。撤退する。処理しろ、やってきてやるぜ。よっしゃあ、なや、接近か。ちょっと待て、これに近づくな、俺に触れるんじゃない。なんか投げてきた。リロードしてふわ、当たらない。これはまずい、非常にまずいぞ。このゲームね、FPS 下手な私としては相当苦戦しそうな気がしますが、とりあえず、シールドは、やばい、ハンドガンじゃ無理があるのかな？あれ、レベルか？俺より高いぞ。とりあえず一人撃破した。リロードして、死ねえ、早く死ねえ。よーし、終わったか。死んだか、全員。あー疲れる、本当にね。 SPS 下手なのに、このてかショットガンがね、これ難しいんで。誰もいないか。なんか他の武器が欲しい。ショットガン、フル。ショットガンじゃない武器がないかな。ダイヤモンドの馬だが、なんて名前がいいと思う？君に敬意を払って、チープインパクトってのもいいと思ったんだが、チープスタリオンの方がしっくりくるかな。もう少し考えてみるよ。自分で考えろ。知るか、そんなもん。あのびっくりマークは一体何なんだ？何これ？ザ・ダストーズ。アクティブミッション、同時に複数のミッションを進行できるようになりました。サブミッション的な感じかな？ああ、サブミッション的な感じですね。よくわからんね。うまくいけば、一日でサンクチュアリにたどり着けるわね。今のところ、ニューヘイブンの兵が追ってくる様子はないし、辺境で一番近いハイペリオンの街は砂嵐に飲み込まれてしまってる。あとはただ、そんな、みんな、窓から離れて！大丈夫か？これはレジナ・ピアースが残した最後の音声ログの一つだ。彼女はクリムゾン・レイダーズという反ハイペリオン・レジスタンスの幹部だった。彼女のその後が気になる。ログの続きを見つけてくれたら喜んで報酬を出そう。何？マコとか。てか、あのびっくりマークじゃないのか？あ、てか、道がわからんのだが、ロボットはどこ行った？あ、ログを最初に見つけないとダメなのか。ちょっと探してみまーす。とりあえず、ログ。お。遠いな。ダッシュはね、無限にできるっぽいですね。ここら辺に何か。とう。へや。ここら辺は何でもないのかな。ん？あのびっくりマークがログなのかな。あれ、びっくりマークがサブミッション的な感じ？全然知らない、もうね。あ、この人、この人か。一回話してみよう。ライアーズバーグの人間はキャプテン・フリントに皆殺しにされたが、あそこには未だにブリーモングが。ついてる。死者への敬意が感じられ、けだものどもを一掃してはくれんだろうか。ああ、サービス。これには現在のミッションの情報が出ます。現在のミッションはエコー装置のミッションログから変更できます。現在のミッションはエコーログから変更ができる。
ミッションは、これか。違うな。これだ。墓地を一掃、池を一掃。まあ、サブミッションもちょっとやっていきますか。じゃ、おっと、これ武器もらえるじゃねえか。じゃあこれから。とりあえず下にいる奴らから。出てきた。あーちゃ、ね、ちょっと待て。下から。雪玉投げてきた。ハンドガン使いやすいなぁ。ちょ、やめて。近づくんじゃない危ない。チェイ、近づくな。やばい、やめて、やめてくれ。いった。よっしゃ。この喜びをライアーズバーグの住民と分かち合えんのは残念だが、とにかくよくやってくれた。さあ、次だ。リロード。てか、入ってる弾数がね、少なくてね、きついな。あとは池方面って言ってたね。池方面を一掃ちょっとしていこうかな。まあ、前回の動画でも言ったんですが、あまり SPS とは変わりはないかなと思う。これね、よくは、いるぞ、そこに。なんかいるぞ。よーし。レベル 2? あれはレ、あの、数字は2っていうのは、あれなのかな。よし、かかってもいいよ。やばい。やばい。うわっ、よし、撤退素早く撤退。よし、こい、ぐわい、とりあえず。ショットガンで。行く、ショットガン。あっ、これはきつい。すでにもうきつい。ダメージは、うわっ、ダメージはそんなにきつくないけど、これ、これどうやって、あいつ引っかかってるぞ。とりあえずショットガンの弾がある限り撃ち続けてくれる。どうやったらグレネード的なのは投げるのかな。ダメだ。なんかいろいろボタン押したけど、いや、やばーい。敵を倒して復活しろ。あ、死ぬとこうなるんだね。うわ、危ない。うーわー、てかいきなり最初の方で死んじゃってるんだけど、俺大丈夫かな。とりあえず回復薬を。この墓地は何もないのか。よし、管理報告。ちょっと疲れちゃった。全然進んでねえじゃねえかよ、みたいなね。おさ、倒したぞ。キャプテン・フリントは時間をかけてじっくり始末してやってくれ。あの下道にはそれがふさわしい。
しでも長く生き延びたいのなら良いシールドが必要だ。クリムゾンレイダーズの昔のアジトに行ってみてはどうかな。エレベーターを使うのだぞ。なんかサブミッション的なのはすごく多いのかな、これは。ちょっと待って。あ、っていうか普通になんか武器持ってる。あ、持ってないか。武器変える。アサルトライフルらしいです。とりあえず、よくわかんないな。どうやってこれ、ミッションは関係ないのか。追跡中、しっかり繋いで OK。 投げたものを撃ち落とせ。なるほどね。あ、ほんでこういうなんかチャレンジミッションというかチャレンジ的なものがあるわけですね。で、ミッションがこっちか。どれをやればいいかわかんないね。まあ、とりあえず、射撃攻撃で弱らせては接近攻撃でとどめをさせる。これで。よし、行くぞ。まあ、とりあえずはね、ちょっと進めようと思います。あ、道間違えてる。とりあえずさっきね、多分ミッションを変えたからロボットがいなくなったとかいうことなのかなとか思ったりしてたんですが、ここがさっきのところでしょ。あのロボットどこまで行っておんねん。やられたりしてる。うわ、なんかいる。うわ、むずか。アサルトライフもなかなかの難しさだ。お前一番使いやすい。痛い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 。ふざけるな。ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ。リロードして。ちょっと、敵の動きがなかなか。よいしょ。リロードして、おい、多くね。待ってくれ。なんかね、順番、一応実況的にはお、シールド、あいつシールドか。え、ちょっと待って、え、ちょっと待って、なにこれ、ちょっと待って、ちょっと待ってくれ。なんなのよ、ちょっと。ということは敵のシールドもこれ回復するのかな。よっしゃ、全滅か。まだいるな。めっちゃいるやんか。まだ二人いるな。当たってないな。どうする。なんどうなってんだ。あれ回復してるのか。よっしゃ、やっと全身だ。ちょっととりあえず上登ってアイテムだけちょっとあさりに。おお、8。とう。ん？アイテム入れる。おお、何これ。
待ってくれ。こんなのいらなくね？ダメ、下がる、下がる。ダメージ重視だ。あれ？ちょっと待って。俺のアサルトライフルはどこだ？これ装備の変え方もよくわかんない。あ、ほんで装備は、一応拾えるのかな？じゃあこっちにとりあえず全部拾っとく。とりあえずはね。で、おすすめの武器とかもあればぜひ皆さん教えてくれたら嬉しいんですけど、それだとドライフル。アサルトライフルと、この、新しいハンドガンで、それ意味あるの？念のためはっきり言っておくが、例の馬、あれはダイヤモンドで作った彫像なんかじゃないぞ。生きてるのだ。たまたまダイヤモンドで。もう待て、今すぐに。以上として。いいのだね、もう。ご挨拶は？ほらな。痛い。このハンドが強いな。よっしゃ、お金は拾っていいか。よいしょ。ブンブンです。洞窟に火をつけな。てめえらまとめてくるんだぜ。またボス、やだなぁ。あっ、ちょっと待って、ちょっと待ってくれ。導火線に火をつけられた。わ、お前からか。ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ。ダメージ与えられてないな。さて、どうやって始末すればいいんだ。どこ行った。シールドが、やばい。なやこいつ、このクソチビ野郎、やばーい。うわー、ちょっと待ってくれ。俺はギブアップする。ちょっと待ってくれ。はい、ということでね、全然勝てなかったんで、意味がわからなかったんですけど、いきなりこんなとこで死んでたら、ダメなんじゃないのか、俺。っていう感じでね、冒険を再開する前に、余分な手足がついていないかどうか、ご確認ください。はい。再生量取られましたね。はい、ということでですね、結局何もしてない感じはするんですが、本日はここまでにしようかなと思ったけど、やっぱ行く！もうなんか悔しいから、次負けたら、やめます。あれ？道どこだろう？くっそー、あの野郎。特にペナルティなかったからよかったけど。あいつ持ってたのショットガンか、あれ。すごく痛かったな。さあ、来い。こっちか。まずはてめえからだ。絶対入れて。はい、どうぞ。痛い痛い。まずは弟からだ。よーしゃー、撃破。レネードゲット。手あっ
これダメです。全然届かなかった。ちょっと待ってくれ。やばい。ちょっとシールドがやばいな。シールド回復をマックス。待ってくれないってか。やらっ、お前は邪魔だ。お前やらっ、やらっ。こういう倒し方。うわ、降りてきた。まだだ。リロードして、リロードして、待ってくれ、ちょっと待ってくれ、慌てて、なんだお前ら、やめてくれ。スキルポイント、新たなスキルを、早速スキルポイントを使って、行こうということでね。とりあえずこれしかないじゃないか。カウンター、敵の攻撃、一つ接近攻撃、強烈なダメージを与える、リロード、まあ、とりあえずスキルポイントがないし、ボス戦なんで、とりあえずは、どこ行った？ロ、爆弾まで。ちょっと待ってくれ。またお前らか！倒した！お前らもう死んだだろ、この野郎、この野郎。あー、強かった。目が開きません。ならば、よし、あの大砲を使いましょう。この門を吹き飛ばすのです。とりあえずちょっと待って、私が脇にどいてからですよ。今撃てば私が大怪我をしてしまいますからね。まだですよ。私がこうしているのは、狙う場所をあなたに示すためです。あなたが私の指示をきちんと理解するまで、私はここを動きませんからね。わかりましたか？ちょっと複雑ですが、私の言う通りにすれば大丈夫。準備ができて、あなたが撃っていい時が来たら、私はこう言います。今が撃て！今のはテストです。よく撃たずに耐えましたね。合格ですよ。さて、今が撃て！今のもテストです。結構、実に結構。ところでだんだん飽きてきました。もう撃っちゃってください。はい、ということでね、なんとか、ボスチックな、中ボスチックなやつはね、なんとか、一回死にましたけど、倒せましたので、これにて終了させていただきたいと思います。ちょっとこのゲーム難しいなーということでね、次はね、多分、フレンドさんともやる機会はあると思いますので、その時にまたね、レベルどんぐらい上がってるか皆さんもお楽しみくださいませ。ということで、これにて、終了。ご視聴最後までありがとうございました。ではまたねー。